んにちは、かほです。はい、今私は北海道に来ています。すごい雪景色はい、でですね、今回私が北海道に来たのはスキーを練習しようと思って来たんですね。私はですね、岐阜県出身なんですけど、スキーね、未経験、今までやったことないんですよ。はい、岐阜県出身って言うとね、結構スキー場あるからやったことあるでしょって言われるんですけど、もう全くの未経験。で、どうしてもね、将来、ちょっと山スキー、山でね、バックカントリーとか挑戦してみたいなと思って、まずはね、もうスキー場で滑るところから練習しようと思って、はい、北海道に来ております。私が今いるのは赤井川村という、札幌から車で1時間半くらいかなの場所ですね。で、ここはですね、キロロリゾートっていうね、スキー場がすぐ近くにあるので、今回はキロロで3日間スキーをね、特訓したいと思います。はい。でね、今ね、月曜で、実はね、初日の特訓を今終えたんですよ。で、初日はですね、動画を撮ってる余裕が本当にあんまりなくて、スキーしてるところはね、私はもちろんね、動画撮ってなくて、他の人に、はい、撮ってもらったんですけど、ということでですね、初日の映像ね、まずはどうぞ。ということで、やってきたのは、キロロリゾート。キロロのスキー場ってね、結構有名ですよね。それでは中に入っていきます。中に入るとワンちゃんが2匹迎えてくれるんです。シュガーとホクという可愛いセントバーナードの姉妹です。そして私はスキーの道具を持っていないのでレンタルを利用します。スキー板とブーツ、ストックを借りました。さあ、それではいよいよゲレンデに出ます。このキロロリゾートで3日間スキーを特訓していきます。はい、じゃあ今日から、3日間、ミキさん2日間、はい、スキー教えてくださるお二人です。じゃあ自己紹介ちょっとお願いします。はい、塚原美幸です。はい、お願いします。ミキ彩子です。よろしくお願いします。お願いします。左側の美幸さんは夏に戸村牛を案内してくれた塚原ガイドの奥様です。右側のニキさんは戸村牛でピークスの紙面に載せる写真のカメラマンを担当してくれた方です。さあ、それではいよいよ滑ります。最初はゲレンデの隅のほぼ平らな場所で板をつけて歩く練習や止まる練習をします。板をハの字にすると止まるんです。滑る気満々だったので、止まる練習と聞いてちょっと拍子抜けしちゃいましたが、止まれないと派手に転んだりするので、止まるのが大切みたいです。さあ、次は子供用の一番緩い斜面で実際に滑ってみます。はい、これは止まる練習ですね。で、皆さん気づいたかもしれないんですけど、私、スキー、初めから結構滑れちゃったんですよ。少し腰が引けているんですが、自分の行きたい方向に曲がったり、転ばずに滑ることができちゃったんです。はい、本当にこれ自分でもびっくりです。ということで、次はもう少し斜度のあるコースに挑戦です。ました。これ止まれなくなりました。はい、ということで転んだりもしましたが、
1日目はなんとかみゆき先生の後ろをついて滑ることができるようになりました。2日目の朝はみゆき先生の作ってくれた朝ごはんからスタートです。ちなみに私は3日間塚原夫妻がやっているロッジに泊まっています。次男の小吉くん、三男の雄吉くんと一緒にいただきます。ガラスガラス、まだ5歳や、まだ卒業してない。うん、あそこに何か事件が起こった。事件が、はい、それでは朝食を食べ終えて2日目も滑ります。まずはリフトで上がります。初心者はリフトで苦労するらしいんですが、なんと私は初めからリフトを普通に降りられたんです。終点です。足掛けあるスキーを下ろし、スタックを持ち上げてください。そしてさらにストックをついて曲がる方法を教えてもらいました。曲がりたい方向にストックをつくと、そっちにね、体が向いて曲がれるんですよ。2日目の午前中は転ばずに無事に終了です。レストランでお昼ご飯を食べます。メニューはハンバーガーを選びました。はい、ちょっとかじってますが美味しそうですね。肉汁すごい、ボリュームたっぷりのハンバーガーでお腹いっぱいになって午後も滑ります。はい、ということで2日目の最後の滑り行きます。
はい、ということで最後まで無事に滑れるように2日目も頑張ります。それでは2日目の最後の滑り、かっこよく決めたいと思います。ちょっとね、様になってきたんじゃないでしょうか。3日目です。3日目はみゆきさんの次男の翔吉くんが一緒に滑ってくれます。翔吉くん、今日一緒にスキーするんだね。うん、キララスキー場に今日は行きます。あ、キララに行きます。私に教えてね。はい、急な斜面と急じゃない斜面があるね、どっちにしますか？じゃあ最初急じゃない斜面がいいな。はい、わかりました。はい、じゃあ行きましょう。はい、はい、3日目です。じゃあ今日も滑っていきます。じゃあ行きます翔吉、ジャンプ。はい、顔でも頑張ってね。先生、ちょっと行き過ぎてないですか、先生。もう技を見せてくれてますね。はい、真似しろっていうことで。果敢に行きますね、果敢に。先生、先生、先生、行きましたもん。ということで、翔吉くんは先の方に行ってしまったので、お母さんのみゆきさんと一緒に滑ります。3日間でね、想像した以上に滑れるようになりました。自分でも驚きです。終了、怪我もなく。やったー、ありがとう、やったー。合格もらいました。お疲れ様でした。皆さんに追いつけるように頑張ります。頑張れよって。ありがとう。頑張れよ。ご視聴ありがとうございました。
チャンネル登録とグッドボタンお願いします。